おって、お前か。なんだよ、俺に用か。あ、いた。もう、フィーってば。私を置いて一人で行かないでよ。たく、ライザが来ると途端に騒がしくなるな。どういう意味よ、それ。そのまんまの意味だよ。なんか懐かしい気持ちになってくるぜ。メント、なんか年寄りっぽいこと言ってる。この3年で老け込んだんじゃない？あのな。ごめんごめん。でもメントの気持ちちょっとわかるかも。みんな一緒だとやっぱり3年前の冒険を思い出しちゃうよね。あの時の冒険に比べりゃ今回の冒険は楽勝だろう。島に住むただのガキがクリント王国を滅亡させた化け物どもと戦ったんだぜ。改めて思い返すとかなり無茶してたんだね。それに気づかないでやってたんだから怖い話だよな。まあお互いガキだったってことさ。身も蓋もない言い方だな。確かにそうだけど、でもまたレントたちと一緒に冒険できるのとっても嬉しいよ。ライザの冒険好きも相変わらずだな。何年も剣術修行に出てるレントに言われたくない。レントはどう？もしかして無理に付き合わせちゃってない？別に無理に付き合ってなんかねえよ。でも最初は一緒に遺跡に来てくれなかったし。あれは、考えてみたら遺跡の中って魔物がうようよいんだろ。そいつらと戦うのも修行になるかもなって思ったんだ。まあそういうわけだからよ、変なこと気にしてねえで遺跡探索頑張ろうぜ。うん、そうだね。